一般的な20代前半の方がこれから介護に入っていくっていう40代50代っていうところとのシチュエーション全く違いますよね。高齢者に対してサービスを、与え続けるのはいかがなものか、逆に言ったらそこを削って若い人たちに回せと、例えばそういう話が出たとしたら、これ誰も幸せになれないんです。上の世代にも足りないし下の世代にも足りないんだと、全体的に底上げしなきゃいけない。この国に生きてれば安心して生きられるっていう社会をみんなで作っていかなきゃいけないから、だから底上げ全体的にしていく。それを考えたときに高齢者から削ります、それを若者につけますっていうことで何かしら政策を発表するような政治家は私万死に値すると思ってます。今20代前半でちょっとご質問させていただきたいのが、20代前半とか30代の方って投票率が 100% になったとしても、40代以上の方の有権者の数にはかなわないっていうふうに聞くんですけど、そういった若者はもう選挙をしても無駄じゃないのか、負け戦じゃないのかっていうところと、山本さんがもし非選挙権のない今の年齢だったらどうしてるか聞きたいです。お願いします。ありがとうございます。20代前半の方からのご質問でございます。山本太郎が質問に答えるということをやっております。人口のバランスってものがありますよね。でそれを考えた時に20代っていうのは、例えば私たちみたいな年代、例えばですけれども、まあ、40代とか50代とか、人口のボリュームゾーンとはやっぱり違うから、これ年代で考えた場合に結構不利なんじゃないの。自分たちが政治というものを動かそうと思ったとしても20代自身の人口が少なければ、これ20代に対しての恩恵が少なくなるんじゃないかみたいなことの質問ですよね。そのバランスをどうしますかってことなんですけど、もちろんその世代間によって問題っていうのは様々違うかもしれませんね。60代が抱える問題と50代が抱える問題と、様々違うかもしれません。10代が抱える問題だったりとか。でも結局は20代の方もそのうち30代になるわけですね。それを考えるとするならば、30代の方々だったり40代の方々が何かしら団結をして自分たちの世代にプラスになるというようなことを先に制度化していったりとかした場合には、自分たちもそこを通過していけるわけですよね。私はそう思うんです。で、何も世代間で切らなくてもいいと思うんですよ。要は世代が近ければ遭遇する問題だったりとか様々なものって共通するというようなこともあると思うんです。世代が離れすぎると自分事とは思えないこともあると思うんですよ。一般的な20代前半の方がこれから介護に入っていくっていう40代50代っていうところとのシチュエーション全く違いますよね。でなかなかこう想像できなかったりとか、高齢者に対して、サービスを、与え続けるのはいかがなものか、逆に言ったらそこを削って若い人たちに回せと、例えばそういう話が出たとしたら、これ誰も幸せになれないんです。どうしてかというと、例えばその高齢者の面倒と言いますか、例えば自分の親が介護が必要な状況にあってケアをしているという40代50代がいたときに、高齢者のサービスを絞るということはその40代50代の首も絞めてしまうことになるんですよね。上の世代から削ってきて下に回せというような話がよくネット上とかには転がってたりとかするんですけれど、ストレートに感化してされてほしくないんですよね。上の世代にも足りないし下の世代にも足りないんだと、全体的に底上げしなきゃいけないという話だと思うんです。私は片方から削ってこっちにつけたとしたら、こっちが疲弊する、こっちの削った方に付随するというか、一緒に暮らしているという世代にも大きく首が絞まってしまう。先ほどから私が言ってる話は、一人だけ勝ち逃げっていうのはなかなか難しいんです。同じ船に乗ってるから、日本社会っていうこの船の中で何人かだけが勝ち逃げれるっていうような状況って社会としても終わってるんですね。どのような状況にシチュエーションにあったとしても、この国に生きてれば安心して生きられるっていう社会をみんなで作っていかなきゃいけないから、だから底上げ全体的にしていく。もう全体的に弱ってんですよ。国民6割生活苦しいって言ってるから、高齢者でも5人に1人が貧困だから、子供たちも貧困だし高齢者も貧困だしっていうのが一定あるわけですね。大きな数が。それを考えたときに、高齢者から削ります、それを若者につけますっていうことで何かしら政策を発表するような政治家は私万死に値すると思ってます。そういうことじゃないんだと、足りていないんだ、全ての世代においてということを、やっぱり私は国民と一緒に求めていく形にしていくっていう方向を目指していきたいと、そう思ってます。すいません、ありがとうございます。と質問がしたくてですね、今結構世の中にその 3K と呼ばれるようなすごいきつい職業が特に人手不足だと聞いています。
で、その職業がなくなったら私たち生活できないと思うんですけれども、若い人なかなかそういう職業に好きだからないっていう側面があります。で、賃金を上げるっていう方法もあるんですけれども、賃金を上げても仕事自体がきついからそこに就きたくないっていう若者も多い。自分、私もその一人なんですけれども、それをちょっと解決するための知恵みたいなのがあればお聞きしたいと思っています。質問いただいたのは、この社会において書くことができない仕事、非常にきつい仕事、そういう仕事であってもあまり賃金はそこまで高くない。で、そういった仕事に若者がつくというのをやっぱり避けられてしまうということで、この先維持していけるのだろうかっていうような趣旨のお話でいいですか？ものすごくシンプルな話で、そういったある意味でしんどい仕事、その仕事がなければ社会生活、これ、そういう仕事をしてる人たちが一気に仕事を止めてしまえば、社会が回らなくなるよねっていう、そういうお仕事ですよね。ケア労働だったり、そういうものも含みますよね。だとしたら、そういう仕事の賃金を爆上げするしかないんです。爆上げするしかない。その仕事に対して魅力というところもう一つ増えるわけですよね。例えば、介護とかいう仕事であるならば、高齢者の方々だったりと交流したりとか、ありがとうって言ってもらえることにものすごく自分の中で感動を覚えたりとか、そういうような気持ちになる仕事なわけですね、もともと。でも、あまりにもひどい処遇といいますか、全産業平均で100万円近く給料安いのに、命に対して責任を負わなきゃいけない。そういうような状態であるならば、当然離職率も高くなるだろうし、そういったある意味でこの先も続くであろう高齢化社会。例えば私今、49歳なんですよ。今年の11月で50になるんですけれど、ロスジェネ世代じゃないですか。で、親はなんだって言ったら、親はもう高齢者ですよね、バリバリの。親の介護っていうものをもうやってる方々もいらっしゃいます。で、自分も、もう言っても親が行った後にももう自分は高齢者ですから。そう考えたとしたら、人口のボリュームゾーンから生まれ出された私たちのような者たちっていうのは、すぐに高齢者になるってわけだから、ものすごい数の人たちが、これケアが必要になってくるってことですよね。だとしたらそこにやっぱり軸足を置いていくというか、フォーカスしなきゃいけないってなったら、労働力移転が起こるようなことをしなきゃいけない。介護の仕事ってむちゃくちゃ儲かるやん、みたいな仕事にしていくしかないんですね。でも、それをやっていくためには、じゃあ誰が本気にならなきゃいけないですかって言ったら国なんですよ。これは保育っていう仕事もそうですね。給料安い。でも責任重い。で、人が集まらない。当たり前やんって。解決すべき課題っていうのはもう明らかなんです。そこなんですよ。家族も持てない。一人生きるだけで精一杯っていう給料で、どうして便利使いしようとするんだ。この社会において書くことができない仕事をってことです。農家もそうですね。赤字で作ってるって。ひどい話ですよ。安全保障を語りたがる国会議員って結構いるんですね。皆さんもテレビでよくご覧になった方いらっしゃると思います。結構タカ派っぽい発言とかされてる方多いですよね。自民党とか。まあ、維新とか国民民主もそうかな。でもちょっと待ってほしいんですよ。この国滅ぼそうと思った時に、ミサイル必要ないんです。この国滅ぼしたいんだったら、食べ物飛べればいいだけだから。つまりは何かというと、生産者の数をもっと増やしていかなきゃいけない。食べ物の供給、国内での供給をもっとできるような形にしていかなきゃダメなんですね。今もう7割ぐらいの、営農されてる高齢者の方々だけではなくて、もっと新規の就農者を増やしていくことを考えるならば、その仕事が生活も安定する、損をしないってことを大前提にしなきゃダメなんです。だから農家の収入の多くを国の支出によって賄う、作ったもの全部買い取る、そういう方向性に舵切っていかないと、日本は大きな国が作った、農業大国の国々が作ったものを余剰分を買わされてる状態ですよね。結構多いです、そういうの。アメリカからとかいろんなとこから。覚えてますか？牛乳、ミルク絞ったやつ捨てろって言われてたんですよ。去年の冬とか。どうしてでしたっけ？あれは EU から乳製品を輸入するために調整するのに日本国内の酪農家を泣かしたんですよ。牛殺せって。金あるから牛殺せって。それじゃもう、とてもじゃないけど続けられない。じゃあやめればいいって。狂ってます。自分の国の中で絶対に書くことができないような一丁目一番地食べ物ですよ。これを作ってる人たちに対して、もうそんなお前コストかかんねえと外から買った方が安いやないかっていう考え方を持ち込むものなど、政治家になってはやばいんですね。徹底的に支える。食料は安定して自給できるっていうことを、これはもう極限まで追求していく。
そして余剰ができた時には必要とされているようなところに分けたり、そして日本国内で経済的にちょっと不安定ですっていう人たちに対しても、これ米が届くっていう状態になったら心強いじゃないですか。今言われたように、例えばその他にもたくさんなきつい労働はある。でもきつい労働ってことで昔は一時期稼げた時期もあるかもしんないけど、でも今はそんな状況にないっていうんだったら、書くことができない仕事に対してはちゃんと国が労働力移転起こるようなお金をつけていくということをやっていかなきゃならないということです。少なくとも令和新選組はこの農業予算っていう部分に関して倍増を訴えております。現在2兆円台のものを4兆円台にまで上げるってことですね。それだけで多くの、営農されている方々に対してこれは底上げをしていくことができる。やらなきゃダメじゃないですか。農家って甘やかされてるらしいなって、とんでもないですよ。もうびっしびしに厳しいですから。他にもですね、例えばケア労働の話がありました。少なくとも全産以上のお金を渡すようにしなきゃいけない。そのために今言った介護保育に対しての給料アップ、月10万円という部分でどれぐらいのコストでいけるかって言ったら、これ4兆円ぐらいでいけるんですよ。どうして出さないの。長射程のミサイル作ります、アメリカからミサイル爆買いします、国内で武器の製造を拡大しますってことに43兆円もの金をかけられるのに、どうしてケア労働者に対して当たり前の全産業平均以上の給料を渡すことができないの。金がないなんてデタラメですよ。金はある。ただそこには出したくない。家で見ろ、自助自立、自助共助、家族に見てもらえ。そんな形でコストとみなしてカットして、自分の票につながるところ、金につながるところには潤沢に金を出していくって、そんなやり方間違ってます。そう思います。すいません、ありがとうございます。